はいどうもお疲れ様です今日の XRP ニュースです本日3月30日の時点で価格は73円に落ち着いてますね時間にして朝6時でございますさあ今年の初頭に50円前後時にはね45円とかっていう値をつけていた XRP ですけども私はその時に仕込み時だという風に感じて、えー、大量取得しましたその模様を YouTube でも放送し続けたわけですけども、えー、つい数年前ですけどもね 数年前に私がエクストラ P で巨大利益を上げた時も最低取得金額って42円だったんですよで最高取得金額は68円ですその間で買い増しを続けてきて、まあ、あの前回お話したような巨大利益になったわけですけども今回もだからその水準で買ってるわけですよね50円前後でで最高で68円で取得したって今言いましたけども現在73円なんでもうすでに私は取得するべき金額を超えているというふうに今回も判断してますただね 付け加えると今回 SEC の訴訟に勝ちそうだっていうふうな前提がある時に90円まではまだ買ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。えー、これなんで90円かっていうとちょっと計算はね今ここで申し上げると長くなりますって言いませんけども色々数字を組み合わせて計算すると当時からあー状況を考えて今に至るまでにね えー、当時のだから68円がもうこれ以上買えないよねってレベルが今は90円前後までね、えー、上振れしてきてるなと思うからなんですよ細かい計算式はねまだここではちょっと紹介しません、ね、別の動画でやりますけどもはいじゃあねここ1年間と言えないんですけども180日をちょっと振り返ってチャートを見てみますよ6か月ですどうですかこれ半年前にも今と同じ水準でも価格ついてたのもう忘れてますよね で、長い間、この50円前後で推移していたってことなんですよ。まあ、ですんで、元に戻っただけなんじゃないかなと。半年単位で考えるとね。じゃあ、1年単位で考えたらどうかなってことなんですけども、ここに現れてます。はい。1年前は、なんと、100円台をマークしてたわけですよ。で、これが半年前です。だから、 この抵抗体をまあ、FX の理論ではね通用しないって言っててあれですけども抵抗帯を超えたらで、ね、ここ100円ぐらいまで行くんじゃないかなと思います。だから90円までは購入しても全然怖くないよってことを先ほど申し上げたわけですよね。細かい計算式は省きますよ。でもあのイメージ画像としても大体わかると思うんですよこういうふにね。ただあの保証はできませんし何の根拠もないといえば根拠はありません。私の勘です。外れたことのない勘ってやつです。 暗号通貨に関しましては私勘は、ね、が外れてないんで毒ばっかりしてるんですよ <laughs> あということなんでね私のこのすごく曖昧な根拠勘というものを当てにする方がいるんだったら参考の一つにしていただければと思います SEC の訴訟が明けるのが早くて今月遅くても3ヶ月後ですよ、うん、まだまだ値段上がるんじゃないですか半年前の価格を今クリアしようとしてますからね じゃあ1年前の価格に達することって SEC の訴訟とかなんとかなくたって言ってたわけですから軽々超えるんじゃないかなと。で、XRP 史上最高値400円っていうのは変な話じゃないかなと思うんですけどもね。今回は以上です。じゃあありがとうございました。